暑い。今日は飯能市は36度まで上がるらしく、しかもなんか駅前でお祭りがあるらしく、熱気しか感じないよ今日は。3連休初日。それはまあね、普段ね仕事とかで疲れてるお父さんとかはね、連休ぐらいは打ちたいよね。36度って見た瞬間に今日は家でクーラーつけてゴロゴロしてるってなる可能性も十二分にあるよね。とりあえずちょっと電気代の節約とか言ってホールに行って電気代以上に金使って帰ってくるっていうあるあるだから。さあ運命の抽選よろしくお願いします。 T67、 はい、ありがとうございます。じゃあ今日は67番の抽選入場よろしくお願いします。さあ街道人滅帳も回を重ねて13話でございますよ。さあやってきました、ミリオンゴッド神々の凱旋の島。悩むな、カトにするかカトにするか。この辺とかなんか居心地が良さそうだよね。凱旋の845番台ってことで松子をちょっと意識したぞ。今日は1台目凱旋から行くぞ。おはようございます。街道人別帳第13回ゴルゴ13 第13回目ということで、ここ埼玉県飯能市にありますテルファラ5飯能さんお邪魔しております。いやまず言いたいことはですね、暑い、36度とかの文字通り激熱なんで、夏の暑さを吹っ飛ばすようなね実践になるように頑張っていこうかなと思います。で、今日のミッションの方発表しましょう。どうぞ。はい、1ゲーム連プレミアムホニャララ1000枚以上流す、まあまあ勝つ、全力で走る、中段チェリーを引く、レア役を2ゲーム連続で引く、100ゲーム以内に5連、次よくわかんないね、削るなんだ削るってたまにこういうね、人別帳大体1回に1個ぐらいね意味不明なミッションが混ざってるね。削るで、最後、キナナナナレキナナナナレンしてキナナナナレンをかまずり言う。テスさんがね前の妖怪道中記でキナナナナレンがずっと言えなかったっていうね、しかもキナナ6連しかしてないっていうねキナナ6連しかしてないのでキナナナナレンしたって言い張ってキナナナナレンが言えてないっていうのがあったんで、俺はそれを素直にクリアしろっていうことで朝一取った騎士は、ミリオンゴッド神々の凱旋 SGGEX 入れるかゴッド4発引くか万枚超えればもうそれはもうテツさんを超えたことになるのでハーデスも凱旋もってなると次ポセイドンもって言われるからそれはちょっと嫌なんだけどもう人手が足らんっていうことで強力な助っ人が来るって聞いてたんですが、みたいですねなんか強力な助っ人が来るっていうの僕も聞いてるんですけど、で俺はまさか現場について君がいるとは思わなかったよ。君とは一体誰なんですかね。僕もちょっとなんかよくわかんない、今日なんか朝早く来てくれって言われて今カメラの前に立ってるんですけど、嘘つけ、いまいちちょっと状況が飲み込めてない、嘘つけ上から下までしっかりディレクタースタイルになってるやないか一回カットしまーすしらじらしいなというわけでね、ちょっと一回ご紹介しておきたいと思います。ガット石上くんです、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。まあ、普段はそういう感じでニコ7とかで、そうですね、自分で番組、はい、出てたりするんですけれども、はい、その強力な彼が、はい、リベッションに応援に駆けつけたということで、ガット石神は俺もちょっとこの間やったけどパチンコパチスロモノマネっていうものありましたね、あったんでヨシさんもやってましたね、やったし、この間生放送にねワンゲームの調査隊っていう企画、はい、深夜で、設定推測するっていう企画もやってるんですけれども、そこでもね、ちょこちょこと生放送でパチンコパチスロモノマネをやってもうどっかんどっかん来てるから今。本当ですか、うん、もうちょいちょいじゃあ挟んでいく、ちょいちょい挟んでる、もう取れ高ないなと思った時にぶっ込んできてるままでガッと石神と、はい、人別帳の、ね、人別帳頑張っていきたいと思います。
きたいと思います。では、はい、今日も付箋の役所とがれました。朝からね、凱旋打つのはディビスチョでは初めてです。回していこう。あ、もうモードいい予感しかしないね。ほら、もう俺早く引いちゃうもんね、こうやって。モードアップ、モードアップ。最近ね、収録で結構ね、全国各地あちこち飛び回らせてもらってるんですよ。まあ、ホテルに前乗りとかをよくするんですけど、気づいたことがあって、そのホテルの名前がビジネスホテルホニャララで、そのホニャララっていうところが人の名字になってるホテルで、これはね、すごい。なんか老舗のホテルはね、落ち着くよ。なんかちょっとね、古いところなんか本当博物館みたいで楽しいよ。こないだ行ったホテルなんかさ、見たことがないさ、カミソリの自動販売機とか置いてあった。お、リプさせた。リプ4、ドン。残念。またまたそんなね、こんなんが刺さるわけないんですよ。刺さったらお茶の間どっかんだよ。あれ、なんか強くないか、これ。積もってないよな、さすがに。ないないない、大丈夫大丈夫。なかなかでもゼロ転廃があんな連射しないけどね。4回来たら確定とかなのかな。さすが元人はちゃんと濃厚って言い直すね。どこからどこまでを濃厚って言うかだよな。その言い方で言ったらさ、濃厚こってりラーメンとかさ、こってり濃厚ですって言われたら、こってりはまだ確定してないけど濃厚なんだよっていう意味合いになる可能性あるよね。そうするとひょっとしたら1万回に1回ぐらいはあっさりがあるのかもしれないよね。言うとる前に2万円目いきます。いや、全長っぽいね。お、あ、当たった。はい、早かった。342ゲーム、ゴッドゲーム。ただ、上がってたのかわかんないんで、まあいいや。いだだ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 、チャンスです。はい、白、投手が15本。お、木田だ、4連。カモン、これだ、5連させないと7連までいかないからね、当然。さあ、カモン、いやで、しかし残念。あー、ダメか。久しくキナダゴレもしてないんだよ、俺はね、キナダゴレ超苦手だよ。俺、プライベート含めて40セットぐらいの上乗せなしだから、今。今日は乗せたい。軽いから、全然あるよ。まだ期待ができる。さあ、ワンセットで193枚で1ゲーム連がかかってます。1ゲーム連あるよ。ない。1ゲーム目で当たることそんなないけどね、凱旋は。もうやる気ねえ、デメのやる気がねえよ。もうデメが夏休み取ってるよ、これ。はい、まあまあまあ、単発だけどよしとしよう。早かったからね、次の当たりを目指そうよ。めっちゃ引くね。お、
テンション上がる展開になります。ただこれ出ないからね、あんまりね。ごはさんお願いします。おなんやねん。お箸すごくないこれ。惜しいな。おい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 、これ風の用心棒だったら当たってるぞ。自力風チャンスじゃねえかよ。ごはさんが何を意味するか。やだ、破産したくないわ。あのさ、俺が前々からね、凱旋打つときに言ってるジンクスがあるんだけどさ、それ実践してみてもいいかね。凱旋を打つときにはね、綾鷹を飲むといいんだよ。俺ね、ツイッターとかブログでも何回か言ってんだけど、俺はね、なんか知んだけどね、綾鷹を飲むと凱旋に強くなるんですよ。この間あのニコ7のさ、8192分の1引くまで帰れませんっていう番組に出て、でそこで俺も綾鷹を飲んでゴッドを引き、イボシ翔太君に綾鷹を差し入れたわけですよ。そしたらなんとですね、閉店ギリギリでゴッドを引いたんですよ。なので綾鷹交換は間違いないと思うんで、ちょっとね、綾鷹が欲しいんだよね。はい、ありがとう。なんでラベルないの。あやたかってこんな形してたか。俺さ、このスリムのボトルはさ、俺イエモンだと思うんだけど違うか。俺イエモンやないか。あやたかをちゃんと買ってほしいです。あ、もう買ってきてくれた。 ありがとう。なんでまた剥がすんだよ、そうやって。お前これ生茶って書いてあるんじゃねえかよ。あやたかでお願いします。で別に他のお茶をディスってるわけじゃないけど、緑茶っていうことじゃなくて、あやたかじゃなきゃダメなんだよ。選ばれたのはあやたかでした。あやたか飲むと俺の中では調子悪い時で赤だだだね。何かしら引くようになるね。遅れたよ、遅れたよ、今完全に遅れたよ。ひょっとしたらイエモン効果が出るかもしれないよ。しかもモードそんな良くなかったからね、今。まあないと思うけど、まあまあワンチャンね。いや、これね、あやたかだったら言ってた可能性ある。選ばれたのはあやたかでした。あの、あくまでね、個人の感じるオカルトなどで、皆さんは真似をしないでください。さあ、3枚目入ります。ちょっと流れ悪いんで、本格的にイエモン買ってきてもらっていいですか。いやいや、ごめんごめん、本格的にあやたか買ってきてもらっていいですか。さて、4万円溶けたんだけど。え、あやたかあんじゃない、これ、これっす。これがあれば俺はご挨拶打つ時100人力なんですよ。で、じゃあ、あやたかをいただきます。ブーストするんで。これっす、これっす、あやたかでした。またね、ゴッドが仮に引けなくても、その天井の2分1を取るみたいな効果もあるから、万能だから。あと500、あと2万円だけであれば天井到達。
6枚入ったんだっけ。7枚目だね。うわー、まあ7枚目で一応ね行くと思うんで、250だったら足りないか、ひょっとして。いや、このスピードで行ってんのはさすがに初めてだね。あー、ガッと石神が知る凱旋はこういう感じで、さーて、7万円だと届かないっぽいっす。凛之助帰ってきてくれ。あなたはそこにいますかね、本当。うわっ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、1342ゲームっす。コットならよしとしよう。これさ、俺ついこの間テツさんがハーデスでやってるの見たぞ。で、可能性あるのはフェイクリップとコットとアガダダか、もしくは当たり、当たりが一番寒い。やだー、止めたくねー。いや、赤ダダだったらまだいいよね。あやたが飲むと俺の中では調子悪い時で赤ダダだね。せーの、あー、そっちだ、迷わせしよう。ちょっとじゃあ、あやたが入れます。行こう、これ伸ばそう。10セットあればまくり。わー、ブルッと揃えたいよ、1回ぐらいは。一番下、あー、よかった、よし、セーフ。ここで上がらせるよ、ループドロー。24分の1でいいんだよ、24分の1で。お願いします、お願いします。あー、2個か、まあよしとしよう、頑張ろう。さあ、チャンス、お願いします。なんでやねん、俺とテツさんの何が違うんねん。あー、もうなんでや。はい、枚数が多いのは SGG のせいで、で、次までは見えてるよと。ここで揃えば1ゲーム連。いや、間違えて V とか揃わねえかな。はい、はい、2セット761枚、まあ多いけども、まあ偉大だろうな、これいたらラッキーぐらいだよね。が、キナダをもう2個つぶぐが、どっちが。ワンチャン、はい、さあ、抜けちゃったね。あれ、いいとこいるな。なんか引こうよ。てめえ弱くなってない？風は、あー、今連絡2連ですね、これ。さあ、斜め木だな、2回で風が2回吹いたんでクリアでいいっすか。8枚目、あー、8枚目か、4000枚か。そうそう、今へこんでるから跳ね返りを期待するしかないんだよ、もう。
僕に残された道は。さっきのさ、赤棚なかったらさ、1700ゲームストレートだったんだよ。あ、え、嘘やん、もうこういうのやめて、ほんと。なんでアルテミス外れんだよ、今になってよ。って言いながらどっかで期待してるけどさ、もう一回ぐらいやり飛んでこないかなって思ってるけどさ、9枚目マジで言ってる。ひなな3連とかでもいいよ、もういっそ。甘い、またやったよ。また勝てちゃうんすね、これ。あー、リプさん V8V しかも、めっちゃこれで当たったっぽくなってるけど。止めたくない、もはやね、リプレイ3連から止めたくないくらい俺の心はすさんでいる。666じゃねえだろな、お前。バーボー、いよいよ10枚目これ。お金下ろしてきたけどさ、念のため下ろしてきたけどさ、ここまで使う前提じゃなかったぞ俺。ない、あの、俺過去打ってきた凱旋の中で一番きついよ今。1344からの1000、初当たり確率1350分の1、11枚目。僕残りお財布とか3万ぐらいしかないから、もうこれ天井まで回してギブアップっすよ。ああ。12枚。ちょっと待って、ちょっと待って、こんなことがあるのか。ちょっと待ってくれ、マジで。そこをしてないか俺。ちょっと待ってよ。まあ当たるとは決まったわけじゃないですからね。あやたが飲むと俺の中では調子悪い時で赤だだね。調子悪い時で赤だだだね。こんなことがあってよいのでしょうか。こんなことがあってよいのでしょうか。ですね、ごめんね、演者だからさ、気の利いたこと言わないといけないんだけど、無理。こんなことあるか。せめてじゃあ乗せたいよね。いやこれさ、20個乗らないとトントンにならないんだけど。うわ、マジかよもう。チャンスはもらってるんだよ。ごめんね、あの SG 楽しめないよ。あー、ダメか。陽介の次回作にご期待ください。カン。
はい、1380ゲームで引いた赤棚は1セット400枚でした。なんかの間違いで V 揃ったりしませんか。おお、ループ取ってる。なんやねんマジで。まあいいや、ラッキーと思う。あ、右上がり気だなっすよね、これ今押し順あったよね。嘘やろ。なんでや。はい、なぜか3セット目真っ白。今日初の3連だよ。ゴッド2回引け、ゴッド3回引けいいの。なんか怒る気がしてきた俺。いや8192分の1が引けりゃいいんだけど。おっおっ、ない。だよなー。いやもしねループが引っかかってるんだとしたらさ、甘いかな。ないね。はい、さあ地獄のような、悪夢のような、ゴッドゲーム3連がやっと終わったよ。なんせ通常時3100回して普通にゴッドゲーム当たったの1回しかないってことだからね。赤棚は1600分の1で引いてるけどね。はい、いませんな。なんか風が吹き始めたよ。うさんくせえな。なんやねんもう。今電源が入ったみたいになってんじゃねえかよ。え、珍しくない？ヒヒーンでリプレイって、ひょっとして当選ゲームか。ちょっと様子見ましょうか。いや全長にはいってるねこれ。うわー、全長っすね。左に棚が止まればいい。こう、3100ゲーム始め回しまして、2700ゲームぶり、普通に数値が揃う。おお、セーフセーフ。あー今日初めての千枚オーバー。さあボンワンセットある。あ、ここで当たるのか。はい、で、これで100ゲーム内に5連達成です。達成できると思ってなかった。あ、キナナ7連はおるが、キナナ5連もしないね。
4回。押せない、これごときが押せない。どう、はい、5セット1578枚、もういねえかな。おや、1ゲーム連のチャンス。おお、助かった。まだ参れる、まだ参れます。ポセイドンステージカモン。なんかキダダ4連してる。キダダをイメージ、キダダをイメージ、ティューンティューン。おお、やっと乗った。キダダ5連、6連、6連、6連。キダダをイメージ、ピリピリピリチン、ピリピリピリチン。もう一発、もう一発、もう一発だ。キダダ6連まで来た。イメージ、イメージ、イメージ、大事、イメージ大事。ビリビリビリチン、ビリビリビリ。キダダ7連、キダダ7連、キダダ7連。おーしこれでキダダ7連、よし、ミッションは OK だよね。キダダ7連達成。うわじゃあキダダ8連、8連いこう。ティューン、ティューン。まだ分かんないからね。あー、ない。まあでも3発乗っけたから、あとは皆さんお待ちかね、 GOD を引くだけです。取れてる、取れてる、枚数は十分です。最後 V 揃うんじゃない。はい、オリンパス。はい、7セット2100枚で1ゲーム連。ここに来て怒涛の巻き返しを図ってるよ。はい、8セット2387枚で、目に見えてるセットは次でラストなんで、ここでゼウスステージとかね、行ってほしいところではある。お願いします。一瞬緑になったからピクってなった。白じゃないって思って。でもね、今はチャンスボタン50ゲームでいけて、まあ、めくれればもう1セットもらえるわけだから、ほんとだよね。おっと、言うてたらチャンスボタンが出ましたよ。やりました。こういうのはもうほんと単純に延命として助かるよね。延命っていうか、俺もうほんとさ、地の縁からさ這い上がってきてるよ今。さあ9セット終わって2700枚で、今謎のポセイドンステージだったんで、もう一発はいるぞ。黄色か青、ない。さあ3000倍が戻ってきた。よう戻ってきた、ほんま想定してなかった、今日の流れはないと思ってた俺。終わりかな、まあ、まだ分かんないけどね。
まあ、10セット3000枚、投資が約6000枚弱だから半分は戻ってきたのか。ここまでだ。ゴーン。終わったと思われる。モードもそんな優しそうじゃないしね。落ちたね。そして出目も弱いね。やめましょう。今日の店内レポート行きましょうか。まずこちらのお客様、もう5000枚しか出てますが、なんとゴッド3回降臨します。ゴッド3回、赤7以外もう夢しかないね。で、こちらのお客さんも今一撃3500枚ですね。でこっちも積んでますな。837枚。でこの辺も怪しいと思ってたんだよね。うん、回数はついてる。で角も、あ、まあ角ちょっと追い込んでるのかな今。あと絆で、この辺も多分交換されてるけど、まだまだ回数ついてますね。全体的に絆はとてもベースが高そうで、まああとカード付近が強かったのかな。まあ、こちらも悪くないですね。で、こちらも綺麗に右肩上がって、まもなく5000枚かな。ということで、絆はだいぶ強めに入ってそうな予感がします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ですね、死闘でした。いや、もう半分死んでたんじゃないですか。あ、もうね、前半と後半のこの運転の差よ。まあ、ほぼ後半っていうか終盤ですよね。まあね、正直1回目の1300でのあがなだね、はい、あれはねちょっとね若干ね演者として美味しいかなって思った一瞬ね。そうですね。ただね、2回目も1300でのあがなだはさすがにねえよ。投資の方がですね113本だよこれね。人別史上最高っていうか、俺がワンゲームの動画出てる史上最強、投資が、5311枚です。で、回収がまあ一時期はね俺もゼロを確保したけども、なんとか後半頑張ってくれて、2980枚、2400枚ぐらいマイナスなのかな、勝ちみたいなもんだね。本当に半分戻ってきただけでもよしとしないといけない。半分以上戻ってきてるのか、6割ぐらい戻ってきてるのか。今日ミッションですよ。もう大戦を。またこれクリアゼロもあり得るかと思った。で、クリアしたミッションをね、紹介しましょう。まず1ゲーム目で、1000枚以上流す。これがねまさか俺いけると思ってなかったよ最後の最後まで。で、次、レア役を2ゲーム連続で引く。まあ一応キナナが2回連続で揃ったり、キナナ中断リップとかもあったので、クリアとさせていただきます。で、100ゲーム以内に5連。まあこれはね5セット続いたんで、まあ、凱旋は割合とやりやすかった。で、なんといってもこれですよ、キナナ7連してキナナ7連をかまず理由、これをね俺やれると思ってなかった。多分今回のミッションで言えばゴッド引くより難しいと思う。今回命を削って戦ったかやりまして罰ゲーム回避です。もうねあんだけやられてなんかね、それこそ投資もさすげえいってさ、それで罰ゲームやれって言われたらさ俺はグレるね。なんで、次回街道人別賞、次回もね、今回やってくれた勝手石神くんとお送りしますので、皆様何卒ね生温かい目で見守っていただければなと思います。本日もどうもお疲れ様でした。YouTube をご覧の皆様はチャンネル登録を、ニコニコ動画をご覧の皆様はフォローをお願いします。今後の撮影スケジュールについてはワンゲームホームページでチェック、画面下説明文のリンクから確認できます。実践中の声かけももちろん OK、 ぜひとも遊びにいらしてください。